ました。映像の人物が語った内容に関しては、よし。客待ちか。いや、お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあってな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか。そうだったら。その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの？いや、俺はパイロットになりたくて信頼に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子あんただよな。多分。あんたこれくらいで。で、俺はこんなのか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。え、突然。な、お前、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあ、ゴールドソーサーまで乗せてくれ。力になりたいってんならただだよ。ああ？ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ、飛び立つ準備ができたら声をかけな。お、行けっか。さあ、乗った乗った。へい。お？あ？増えたか？お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは浅からぬ因縁がある。私も行く。ああ、どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。ほな、どうぞ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。私逃がそうとして頑張りすぎた。きっと
そういうこと。そうか。じゃあ本望だ。そうかな。そう思って元気に生きろい。それが何よりの親孝行だ。うん、そうする。そういやラジオで聞いたぜ、部隊が動き出したんだろ。また戦争だな。ミッドガルがぶっ壊れたってのに神羅もたまんねえだろな。自業自得。でも戦争は怖いな。うん、悲しいこといっぱい起こる。戦争とセフィロスは似てるね。あのですね、皆さん、もし本当に戦争ってことになったら移動が規制されてまいりますからね。行きたいとこがあるんやったら今のうちに行っといた方がいいかもですね。なんで？ねえシド、これって。待ってる、俺様に任せてドーンと構えてろ。シド、心配すんなって。整備俺様、操縦俺様、ああ完璧だ。ドーンと構えてろ。Yeah.